请你们看他的影片，真的很赞，可以同时可以学台湾的东西，还可以学日文的东西，超赞，记得要看。今天我来到正大附近的好吃的麻酱面店，我点的是这三个东西，我非常非常爱吃这里的东西。这是蛋花汤，非常好吃，我非常推荐。卵スープです。めちゃくちゃ美味しい、これが。美味しそうです。いや、台湾来たらぜひ食べてほしい。いただきます。海豚ら。うー、非常好吃。麻醬麺。还有这个是麻醬麺。麻醬麺。麻醬麺です。これが美味しいです。美味しいです。まずは混ぜます。麻醬麺は肉とかが入ってなくて、里面没有肉，所以直接吃面而已，但是很好吃。これが僕のセットです。蛋花蛋麺、あとはこのワンタンみたいなやつ、これめっちゃ美味しい。这个很好吃，红烧なんだっけ、油本烧みたいなやつ。これめっちゃ好きです。ただもうちょっと辛味成分入れた方がいいかも。いただきます。好吃、真的。これがめっちゃ好きで最近よく食べてます。ちょっと酸っぱいけど。餃子とかよりなんか僕は個人的にこっちの方が好きですね。餃子は日本も美味しいけどこれは日本であんまり見かけないので、ワンタンともちょっと違う食感でめっちゃおすすめします。はい、次麻醬麺。なんか周りの目がやっぱり気になるからチェック。うー、これがまたうまいんすよ。ザリーの麻醬麺真的很好吃，我非常喜欢吃麻醬麺。 OK、 谢谢大家收看，拜拜。